おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは茶色ラッキーナンバー4です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。愚者の正位置が出ました。何がどうなるかわからない。こうあるべきという固定観念や常識、世間の目に縛られない純粋な価値観を表し、自分の生きたいように生きている状態です。思っても見なかったチャンスが舞い込んだり、斬新なアイデアが湧いたりするでしょう。自由であることは、無限の可能性があるのです。あなた様を取り巻く人間関係、仕事、環境などが、なんとなく自分に合わない気がしていたり、心に引っかかる何かが、あなた様を現状から解き放とうとしているようです。現状を変えるには勇気もいるし、手放すのはまだ怖いと思っているかもしれません。常識的に考えたら、今のポジションを手放して、夢に向かってチャレンジするような、無謀な冒険などしない方が安全に思われるからです。愚者の正位置の意味は自由になりたい、現状を変える勇気が欲しい、漠然とした夢、希望、道の分野、役に立たなくなった古い考えやしがらみから解放されたい。2枚目めくっていきます。カップの6の逆位置が出ました。過去の記憶を引きずる。過去のトラウマ、栄光にとらわれ、新たな道へ進めません。子供っぽい甘えや依存心を捨てる必要性を示す場合もあります。過去にまつわる感傷や、やむにやまれぬ思いを断ち切り、未来への一歩を踏み出す暗示です。もう一歩も進めないと思っていたあなた様には、過去への思いや不安を忘れるような出会いや、チャンスが舞い込むことによって、全く新しい展開が開けてくるでしょう。ようやく前向きな気持ちが湧き起こり、心にも未来への希望が宿るはずです。後悔の念や諦めは、前進する勇気に変わるでしょう。カップの6の逆位置の意味は過去を乗り越える、未来への展望が開ける、癒される、事態が良い状況へと一転する、辛い記憶が薄れる、悩みや不安が解消する。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。